スカイワードは日本の航空会社の日本航空を及びそのグループ会社の機内誌である。2002年10月2日に日本航空と日本エアシステムの経営が統合されたことに伴い2003年4月1日に両社の機内誌であるウィンズとアーキスを一本化する形で誕生した。しかし実際は JAL の機内誌ウィンズを改名したものである。JAL 及び グループ各社の就航地を中心とした都市の特集記事のほか、複数の連載記事や就航地の地図、交通情報やグループ各社のサービス告知などが掲載されている。JAL グループ各社、JAL とコードシェアを行っている、富士ドリームエアラインズの機内に搭載されており、国内線版と国際線版の2種類が発行されている。2018年4月号から記事内容が変更となり、 国際旋版に加え、国内旋版にも日本語と外国語の記事が掲載されるようになった。国際旋版は日本語と外国語の両表紙となっている。なお、JAL グループ各社及び FDA が運航する便の機内に設置されているものは無料で持ち帰ることもできる。また、定期購読、バックナンバーの購入も可能である。ここでは JAL 及び JAS の機内紙について記す。 1951年に創立した JAL は、1961年に国内線の機内紙として JET トラベルを創刊した。また、1976年には国際線の機内紙としてガーデンジェットを創刊するも、1979年に両紙は統合されて WINS が創刊された。一方、1971年に創立した JAS は1988年の、 国際線就航開始時にアーキスを創刊した。その後、2002年にジャルとジャスの経営が統合され、2003年に両者の機内紙はウィンズに一本化された。ジャルグループの他社のいくつかは独自の機内紙を持っている。2010年1月19日の報道によると、小説家浅田次郎がカニの宅配詐欺被害にあったとする事実と異なる内容のエッセイを 同市の12月号に寄稿し、函館朝市共同組合連合会から抗議を受けていたことが判明した。浅田のエッセイを知った、浅市共同組合連合会は2009年12月に調査を実施し、浅田の家族が浅市の実在する店からの電話を受け、注文していたのを確認した。連合会が個人情報が漏れたこともないと連絡すると、浅田は謝罪した模様である。 ありがとうございます。